を好きになれないのですか。精神科医カバサーションのカバチャンネル。人を好きになれないのですが、人を愛せないのですが、人を心から愛することができないのですが、というようなことをよく言われるんですけど、特に患者さんなんかでも多いんですね。これは非常に心理学的な問題と深く関わってまいります。人を好きになれない人っていうのはですね、自分のことをまず好きになれない人ですね。ほぼ間違いなくそうです。つまり自己愛っていうのかな、自己愛っていうとなんか悪いイメージ思う人が多いと思うんですけど、自分のことを大切にするっていうのは当たり前の心理なんですね。自分のことが大切にしないと他の人を大切にすることはできません。つまり自分のことを愛せない人は他の人を愛することができないので、もっとこう自分を大切にするっていうのかな、自分の中の良さ、自分の魅力とかですね、自分の長所、そういったものを発見する練習をまずしていくということですね。そういうことがしないと他の人の中に良さとか魅力を発見することはできません。俺ってダメなんだ、俺何やってもダメなんだっていうふうに言う人が人を愛せるかっていうと、愛す自信もないよね。こんなダメな俺を愛してくれるはずがないじゃないかっていうふうにしかならないのですね。だからまず自分を愛す練習をする、自分を好きになった方がいいですね。もう一つがそういう人というのはですね、親から愛されてる経験がないというか、親の愛情不足ですね。自分を愛すことができないというのは、人間っていうのはパターンの中からしか学べないので、愛されたことのない人は人を愛することはできないですよね、これはね。だから愛される経験を積まないと人を愛せるようにはならないんだけど、そうすると永久に愛されるようにはならないから、せめてまず自分で自分を愛しましょうというところから最初の一歩スタートするしかないですよね。自分を大切にする、もっと自分のポジティブな前向きな部分をね、見つけていくということをしていけばいいのではないかなというふうに思います。